カブトムシは日本でも人気のある昆虫で、特に夏になると子供たちに大人気です。今回は、そのカブトムシをご紹介します。残念な雑学。短い寿命。カブトムシの成虫の寿命は非常に短く、通常は数ヶ月程度です。幼虫の期間は1年から2年と長いのですが、成虫になるとその寿命は一気に短くなります。成虫の期間は主に繁殖活動に費やされ、エネルギーを大量に消費するため、寿命が短くなります。捕食者の存在。カブトムシは多くの捕食者に狙われます。鳥や小型の哺乳類、さらには他の昆虫にまで捕食されることがあります。特に、カブトムシの幼虫は土壌中で生活しているため、モグラやアリなどに狙われやすいです。環境の変化に弱い。カブトムシは環境の変化に非常に敏感で、森林伐採や農薬の使用などによって生息地が減少し、個体数が減少しています。特に、都市化が進む地域では、カブトムシの生息地が急速に失われています。面白い雑学。力持ち。カブトムシは自分の体重の約50倍の重さを持ち上げることができます。これは人間に例えると、約4トンの重さを持ち上げることに相当します。カブトムシの強力な筋肉と独特の体構造が、この驚異的な力を可能にしています。フェロモンでコミュニケーション。カブトムシはフェロモンを使って仲間とコミュニケーションをとります。特にボスはメスを引き寄せるためにフェロモンを放出します。フェロモンは化学物質であり、特定の行動を引き起こすために使用されます。誰も知らない雑学。カブトムシの核の秘密。ボスのカブトムシの核は、実は戦いだけでなく、メスを引き寄せるためのディスプレイとしても使われます。核の形や大きさは遺伝的な要素だけでなく、幼虫期の栄養状態にも大きく影響されます。栄養が豊富な環境で育った幼虫は、成虫になった時に大きな核を持つことが多いです。幼虫の役割。カブトムシの幼虫は土壌の中で有機物を分解する重要な役割を果たしています。これにより、土壌の栄養バランスが保たれ、植物の成長を助けることができます。幼虫は腐葉土や腐った木材を食べることで土壌の有機物を分解し、栄養を循環させます。カブトムシの飛行能力。カブトムシは見た目に反して非常に優れた飛行能力を持っています。特に、夜間に長距離を飛行して新しい生息地を探すことができます。カブトムシの飛行は、強力な羽と筋肉によって支えられており、効率的にエネルギーを使って飛行することができます。最強のカブトムシの作り方。子供の頃オス同士を戦わせる。カブトムシ相撲をやりませんでしたか？今回は、絶対に負けない最強のカブトムシの作り方を教えます。用意するものは、小麦粉、霧吹きです。まず霧吹きでカブトムシに潤いを与え、小麦粉をまんべんなく、まぶすだけです。なぜこれで最強のカブトムシになるかというと、白い未熟な成虫には闘争本能が湧かないため、必ず勝つのです。夏の王様カブトムシは、その生態や行動にはユニークで驚くべき特徴が多くあります。こうした雑学を知ることで、カブトムシに対する理解が深まり、彼らの興味深い世界にさらに魅了されることでしょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。